よし、あ、あるかー、竹を浮かす、スコズ総称。それでは本日は川越祭りに来ております。よいしょー、インザビルディング俺の庭ね、よろしく。1年越しですね。祭りにはたくさんの屋台があるので、今回はこの企画をやっていきたいと思います。ということで本日の企画は何ですか。屋台一遍集並切るまで帰れません。よいしょー、元気ないの、静かめに。今回の MC は何の MC？ 川越祭りの魔の MC。 そこで書いてる。別にこいつ毎回 M が気にしないで。いやいや、M がつかないとね。そうなの、一応祭りといったら屋台じゃないですか。はい、今日もたくさんの屋台が出てるので、こちら の食材をちょいろんなところ回ってみんなで全種集めて食べきるまで帰れませんっていうのをやっていきたいと思います。はい、もうでも並んだりするからめっちゃ時間かかりそうだよね。それは大変、並ぶのが一番大変。いや、そもそも無理だろ、店主食えるわけあるか。でもここそれをひっくるめて持ってきてくれたんでしょ。そう、なんでお前ら4人は納得してんの。だってみんなご飯とか抜いてきてるでしょ、ちゃんと。はい、食べた人だけ手を挙げとく。先にご飯食べてきた人手を挙げてくださいね。いきます、せーの。手あげろって手あげろって。お前何、お前食ってきたの。天皇うどんセット食ってきちゃった。あ、ごめん、飲み物系俺に任せて。あー、お口がっちゃった。違うって。何も、何してるお前。お前何がしたいの。食べれないし飲めません今日。じゃあこうやっていいよ。それは倒しましたかね。お祭りは何よ。俺はさすがに全種類食べるのは厳しいと思うんで、まあ、定番のもの全種類いきましょう。なるほど、はい、これだけは取ろうみたいな。だからお店じゃなくて種類ってことですね。種類。じゃあそれでは早速やっていきましょう。せーの、アーチョ。あ、スクワット。ジャガバター一つお願いします。はい、牛すじ一つお願いします。餃子もある。今餃子焼いてる。餃子1個、餃子もで。じゃあ餃子と、いや嬉しい、ありがとうございます。かっこいいって言ってた。何が？今その通り過ぎてたから。あ、俺にしよう。違う違う。いやそれは言うよ。だって川越いい町だもん。びっくりした。埼玉最強だもんマジで。川越間違いない。黄色よりかっこいいのが多かった。いやだからそういいって。二人なんだ。俺ごめんなやめよう。その癖直せ。その店直せよ。じゃあ俺に対して言った。え、もうすごいよ今ね、映してないけど焼きそばポテトたこ焼きも手に入れたの。え、なんかもう十分ってかさ、俺らだけで食っちゃう。俺らさ一応さ主食タクトみたいな分かれてんじゃん。え、餃子やっちまうね。あり、あり、餃子やっお店の人が、うん、あったかいうち食べてって。さすがにあったかいうちに食べない失礼だと思う。そう、お店に迷惑かけない、うん、俺ら店には迷惑かけれないから。いただきます。デブだな。あいつらバレてないから大丈夫。みんな、うん、やばいやばい、うまいわ。いやもうあいつらもバカだよな。こんな餃子あるとか知らねえんだぞ。餃子買ったって言っちゃったっけ。言っちゃった、やべえ、言っちゃった。バレてない、完食。おい、皆さん、バレてない。うまそうなのあったら食べちゃう。で、店にこんなあるから。そうで、全種って言っちゃおう、うん、うん、そうしよう、行きましょう。はい、とりあえずなんか分かれて取るということで、タワーと僕チームなんですけど、はい、俺ら飲み物担当みたいに言ったから、うん、飲み物メインに買ってこう。で、やっと見つけたのよ、はい、飲み物、はい、生ビール、冷たい生ビールね。で、いっぱい飲み物があるから、いろんな種類の買ってって、まああいつらに合流すれば。なるほどね。え、でも3個ぐらいでいいんじゃない、飲み物じゃんけん取り合えばいいんじゃない。さすがに今日車だから、ビール系やめよう、アルコール系は。だね。だからラムネとか、お祭りらしいものを買って、あいつらに届けたわけ。あ、そうだね、ラムネとかめっちゃいいね。さあ、居酒屋でバイト してたでしょ。だから絶対に間違えることないんだから。そう、注文って一番俺得意だから。そう、だから居酒屋でバイトしてたもんな。間違いようがない。すいません、ラムネ一つと、氷結と朝日のスーパードライで。何朝日スーパードライって何。ワンマンビールでしょ。おい、乾杯。怒られるって。祭りといえばでしょ。怒られるって。祭りって言えばこれは正解なの。え、これとこれとこれなの、祭りって。車どうする。飲まねえやつがいるだろう。そこでじゃんけんで決まるんだね。ああ、他もちょろちょろっと何か買っていこうか。オッケー、行きますか。行きましょう。なんかたまたまあったんだけど、おい、急に言われただけだけど、お前らが持ってるものにまんまあるんだけど。お前ら飲み物担当してたらしい。そう、だから飲み物は俺ら買うってグループで言ったやん、うん、だからちゃんと飲み物、このラムネとか氷結と朝日スーパードライ。それよ、まだこっちはいいわ。こっち何。いや、飲み物
3? なんでお前全員が飲めると思ってんの。マッチ甘くねえから。バカだろ。頼むで、マジ。そう、うん、じゃあちょっとお前らまだ買うでしょ。まだ買ったりとかする。じゃあ今はこれだけど楽しみにしといて俺ら。あの助っ人呼んでる。3、4人ぐらい。そう、持つよ。でかいもん。本当にお前も頼むよ。はい、おつ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 、なんかさ、赤ちゃんに怒れる？いや、怒れないね。でしょ？可愛いと思っちゃう。だからお酒パーン出して、おい、なんでお酒あるんだよって絶対突っかかってくるやん。もう一個こちらってベビーカステル出すことによって緩和されるんだよ。なるほどね。ベビーだから。お前めっちゃ頭いいやん。シンクだから。お祭りってシンクなんだよ。うん。意味わかる？シンク。いや、わかる。はい、ということで買っていきましょう。はい、紹介していくか。はい。まず俺とコウタ、はい、ヤジコウタが買ってきたのはたこ焼き、焼きそば、ポテト、いいね、牛すじ、いいね、でしたっけ。でした、マスさん。以上です、はい、4種類。いや、王道を攻めたね。で、牛すじ煮込みよ。そう、センスいい2人でいてよかった。めちゃくちゃうまそうなの買ってきたから、ありがとう。釣りついで俺らも行くか。はい、行きましょう。天狗遥チーム、はい、買ってきたものは豚焼き、ナイス、広島風お好み。マジかよ。いちごあん、なんでよ、なんでだよ。チョコバナナと、大好き、サーロイン串かな。バカだよ、お前。なんでサーロイン串買ってんだ、これ。いくらしたんだよ、これ。1本800円です。かっこで、あの、イカ焼きが1個1000円です。ボラれてない。ボラれてない。以上ですか。以上です。はい、あ、はい。で、最後僕とカズチーム、はい、買ってきました。飲み物を結構メインに買ってきました、僕らは。はい、お願いします。さん、氷結と生ビールとラムネと、そしてベビーカステラですね。はい、ありがとう。以上です。そのまずやめろよ、酒いきり。ま、祭りっつったら酒飲んでるおっちゃんいるじゃん。出たよ、最近の。おっちゃん一回も飲んだことない。だって知ってるった昔居酒屋でバイトしてたの。知ってるか。酒好きに決まってんじゃん、たぁ。俺ついでる姿見て興奮しちゃってさ。買っちゃったよ。でそれ持ってプラプラ歩いてたんだろ。うん、もうお湯だよ。これいつ泡でがある。もうないじゃん、いつ。もう俺ね、4、5回ぐらいかかってんのよ、洋服。たぁからさっきから生ビールのにする。この3つさ、飲み物これ買ってんのはさっきあったから知ってんのよ。その後、俺らめっちゃ買い出し行ってくるわみたいなって言ってから、これ出してみ。お前それだけかい。マジか、しか買ってないんだ。 これマジ誰が飲むか、ちょっとあの、じゃんけんだよ。じゃんけんだよ。でもラムネもあるんで一応ラムネがいい。飲み物じゃんけんだけ先にやっちゃう。ごめんね、やっちゃおうか。しょうがねえけど、てかもうなんならコウタに氷結いってほしいぐらい。ポカリセット、あ、ありがとう。これね、ファンの方からも。あとモンさんもあるよ。モンさんも2本ある。あ、モンさん、あ、あとちょうど人数分の麦茶いただいてるんで。じゃあ勝ちから好きなの選べる。はい、せーの、最初グーチョキパイ。よっしゃ、勝った。はるかが強い。どうしようかな、ラムネにしようかな。え、なんかラムネずるいよ。あ、じゃあこいつらからもらわないわ。ポカリです。なんだよ、もらわない。なんでだよ。せーの、最初グーチョキパイ。はい、これポイ。あ、やっ、せーの、最初グーチョキパイ。待って、ちょっと待って、ちょっと待って、今のどっちでもいいよ。お前負けたんだよ、じゃんけん。なんでこうたりすんの。何、さっきすんな、お前。じゃんけんポンって負けて、お前いいよ。お前やね、じゃないよ、選択権。お前、で、なんで俺渡されてんの、これ。え、もうしょうがないじゃない。それさ、どうせそうでしょ。いや、ビールはなし、これで。ありがとう、ありがてー。あ、じゃあ俺これで。あ、そうだ、今回アルモンさん。なんで、せーの、最初はグーじゃんけんポン。おー、何とんねん。ちょっと一旦持ってて。僕ラムネ行きます。最高。最初はグルーチョキポイ。はい、どうもー。すいません、お前何ができんの。麦茶いただきます。しかも、お前ビールじゃねえのかよ。こいつ最近の口癖、生ビール飲みたいなんて。そうだ、生じゃないよ、お湯だよ。全然まずい。うわー、決め。時間かかりすぎてるから。初期役だよ。じゃあとりあえず食べていきますか。はい、じゃあ今日も一緒にうましかっていきましょう。はい、乾杯。ヤジの生ビール貫禄あるな。お味は、うん、炭酸もないし常温。な、何かもわからない。ビールですらないかもしれない。あ、まだ無理はしない。あ、大量のヤンキーが来たよ。カズどけられてきた。あ、そうか、カズ何かあったら。カズ俺武器だけ借りたから行ってくるよ。ちょ、待って、ちょっと来てる。え、普通に騙し。足が欲しい。ありがとう。え、え、え、小学生や。やばい、どこがヤンキーや。ちょっと待ってね。どこがヤンキーなんだよ。武器売りでヤンキーかと思ったら
ら全員小学生だった全員小学生ちょんまげ小僧ではないよねじゃないよねゴータンに喧嘩売られたら、うん、呼べよって今見て丸ごと持ってるし、うん、気をつけろ、うん、分かったまだヤンキーいたらもうボコボコにする一回じゃ帰るんじゃ俺ヤンキーに喧嘩売るわじゃあこっちから振っちゃダメ振られた場合俺が助けだ助けだだって振ったら俺らが悪いやん悪くないのにやられた場合俺やるからそこだけ任せてもらうここから丸く収めるまたねなんで剣語だけいいもん持ってるのたまたま引いたのがこれだったこれがサーロインクじゃあ何個あんのそれ5粒あると思うんですよ分けるでしょえ5粒あんのたまたま引いたやつ食っていけばええやんって話これ俺引いた時にこれだったからじゃあもう剣語はそれだじゃあはるかもイカじゃがバターじゃがバターめ明太やんそれねやばいうまっそれバター明太マヨキムチ入れ放題の店だったえっだからこの入ってんだまず赤字じゃない店主ガリガリだった飯食え自分のまずいやん自分の飯食えってとりあえず僕の広島風お好み焼きうまそううまそううまそうあれよじゃあいただきますいただきますじゃあ一口もない一口剣豪の辛さどうなのめっちゃ冷たい死んでる感じだってる感じえ味はちょっと1個ちょうだいめっちゃお酒進むあいつもうベロベロによって女子高生に絡むぞそうだこの前もそうだったもんねこの前もそうだったそもそもスタートの話なんだけどさ映ってた映ってたいや今日ね本当気合い違うなと思ってはい今日もう本当イベントぶりとかに前髪上げてきた違うイベントぶりじゃなくて1年半ぶりぐらいに髪の毛上げたでしょうん気合入ってるからそういうことだネギもそこ気づいたこれも一個気づいたんだけど今日ね気温32度なんですよ今日の気温なのに自分で一軍の体入ってる32度だったこの2人もおかしいだろめっちゃ気合入ってるしかも革靴だもんそうだ今日本気だねマジで本気祭りで JK に喋りかけるマジ髪上げてんのはマジで思った今日に関しては集合が遅かったから俺いつもセットする時間がなくてできないのねおーなるほどねそうで今日は時間があったからちょっと髪の毛上げてみたいなってことで上げてみたオープニング撮る場所まで移動してたよそしたらよく YouTuber だってやれるの多いじゃんなのに今回あ、かっこいいって JK が言ってた待って、ちょっと待って待って待って今ちょっとお前を守ろうとしてセットしてきていいんだよって言おうとしたけどお前やっぱキモいわやっぱりすごい声かけていただけたの写真撮ってくださいとかスクワットしてますとか言ってさっきさサムネ撮ってる時にさ僕100人規模で囲まれてたんでその2人組とかでいる女の子でさ片方は俺らのこと知ってて片方は俺らのこと知らないみたいなうわすごいあの人たちだバスケのって言ったら隣の人が「え知ってる日本代表!」って言ってそいつ知らないし何見てんだよそいつ何見たんだよ中学生高校生ぐらいが多いからねうんだから知ってるくれてる人も多いかもしれないけどやっと見つけた牛すじ煮込みどうやばいマジすじってるいやいいな結構すじってるもんいただきますうまっ相当すじってるこれ僕うまいえマジめっちゃうまいおい焼きそば完食おいナイス俺も鈴じっかけ完食ここにあるの全部食ったら全種だよこの祭りでも本当に全種ってぐらい同じのがめっちゃ売ってあるんだよあでもそれはあるよマジであるよそう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 一番飴一生開かないあれだよビブラートだよプレパーラートだよオブラートだよ何だよやっぱ出来たてになるよねそうだからもうやめよ企画とかそのなんか本当に本当に企画終わりにして年にやっぱ1回しか祭り行ってないもんこれメインでやりに来てんのにさこれを早く終わらせようと思ってだってもう全種だもんあれかそんなとこ引っかかるなもう見たことない一号飴なのこれ。待って待って。できるアップできる。いちご入ってないんじゃん。いちご飴って大体じゃいちご本体に周りが飴ついてるじゃん。これに関しては飴じゃない？だから多分普通の飴。本当にそうなんだろうね。珍しいよ。いただきます。え？ま、全部飴だもん。え？チッパチャップスみたいな。え？俺も一応全部。あ、多分全部。あ、もうベビーカステラも終わってるよ。え、じゃあハルトが食い切ればもう完食だ。うん。あともうね、歌はいちご。あ、いや、逃げてなかった。どこに入ってんの？スプレッド入ってるわ。そういう感じで果肉が入ってるみたいな。そういうことちゃんとあるよ。ラストはるかのいちごで終了か。はい、それで締めましょうや。はい、じゃあいただきます。はい、ラスト。うん、はい。あ、違う違う違う、ズボンにもついてる。またズボンにも飴ついてるから。
あ、食べちゃった。あ、そう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 。お前何見てる。カメラマン使えないな。あいつさっきから。ずっと満点もくれてる。ということで、お祭りの屋台全商品達成でーす。やっぱ、いい次元。これで全商品でした。はい。今日は。はい。その違うよとか言われても違う日に来てるだけかもしれない。まあそうだね。数えきれない。だから本当に達成したんでその辺はよろしく頼みます。さすが。さすが。ということで皆さん手を合わせてください。ご一緒にゴリスで見て。もうごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。川越祭り。スクワッド、スクワッド。チャンネル登録よろしくねー。